こんばんは、タイガーマスクです。おや、今日のタイガーマスク、今日も元気に頑張って発信しようとしていますねって、お思いのあなた。正解でございます。正解です。正解でした。はい、こんばんは、タイガーマスクです。はい、今日はですね、何について発信していきたいかと言いますと、言葉について発信していきたいかと思います。言葉というものは、生かすも殺すもするんですね。自分に対しても、相手に対しても、プラスな言葉を届けようと思ったら、本当にね、聞いた人も自分もありがとう、本当に嬉しい、最高の気持ちになるけども、最悪な言葉を選択したら、つまらない、ひどい、苦しい、もうしたくもねえなとかってね、マイナスな言葉を使ったら、本当にマイナスな一日になってしまうけども、楽しい、面白い、頑張ろうとか、本当に前向きな言葉を使ったら、もう自分の方から楽しくなる、相手も嬉しくなる、最高な気持ちになりますよね。だから、どんなに苦しくても、どんなに辛くても、ハッピーな言葉を選択するのか、苦しいから苦しい、辛いから辛いんだ、ひどいからひどいんだ、そしたら本当にそう思ったらそうなるんですよ。でも、苦しいけど、楽しく考えられないかな、苦しいけども笑えないかな、苦しいけどもハッピーにできないかなっていうことを考えるか考えられないかで、一日は損するか得するか決まってしまうんですね。俺最悪なんだよ、仕事もできないしうまくいかないし、こういうの本当に面白くない、嫌いなんだと思ったら、そう思ったらそうなってしまうんですよ、残念ながら。でもそう思わずに、苦しいな、辛いな、でも笑っていいよ、でも自分のためだから楽しくいこうと思ったら、そう思ったらそうなるんですよ。もう本当に仕事は楽しくない、楽しくない、でも笑っていいよ、いいことがあるんだと思ったら、そう思ったらそうなるんですよ。ですから、どんなに苦しくてもどんなに辛くても笑っていられるか、辛いものは辛いんだ、苦しいものは苦しいんだって思うのかで違ってきます。でもみんな辛いから辛いんだ、苦しいから苦しいんだですけども、楽しく感じるように笑っていれば絶対に楽しいことがいっぱい広がっていきます。楽しいことを考えるんです。こんな時にめっちゃ楽しかったな、あの時こんなことがあってこんなことがあってこんなことがあって楽しかったなっていうことを思い出すんです。振り返ってみるんです。そしたら、何気ににやけたり、何気に嬉しいことばっかりあったなっていうことを考えたら、今の現状を楽しく変えられるかもしれない、面白く変えられるかもしれないって考えたら、苦しい、辛い、ひどいって考えられずに、面白いんだ、今の状況、苦しいんじゃない、面白いんだって考えることによって全然変わってきます。苦しいから苦しいのではなくて、苦しいけども楽しくできないかな、苦しいんだけども面白くできないかなっていうことを考えたら、全然見方が変わっていくので、自分の中で苦しいな辛いなと思わずに、楽しいんだ面白いんだ、これ最高って思うことによって全然違ってくるかと思います。今日はですね、簡単でありますけども、この辺にしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。大山さんでした。はい。